国際文化会館とアジアンカルチュラルカウンシルの共催で行っております。アーキートークウェビナーシリーズの第2回となります、えー、モデレーターを務めさせていただいております、国際文化会館理事の宮田と申します。よろしくお願いします。えー、そしてですね。本日はまあ,あの第1回目あの熊健吾さんなんですが第2回目。まあアーティストでもありながら建築というあの文脈であの那覇公平さんをお迎えしてお話を。 伺いいいいままますすすよよろろししししくくおお願願た最初にこの,、まあ、あの広島県の新勝寺、まあ、先日私もあの伺わせていただいたんですがあの本当に何でしょうねこの、まあ、建築でありつつもあのそこの、まあ、場に入っていくアプローチしていく、まあ、このスケール感あのをまず体験するという,こう感覚がありでかつその空間の中でこのアートを体験すると。 やっぱりこれまでのアートとはまた違うですねこのアプローチしていくまでのこのスケール感だったりその空間を感じる体験そしてその中の,あの,、まあ、あの美しいこの光の揺らめく中であの、まあ、いわゆるこうなんでしょうね禅、まあの,の,まあの表現というふうにあのおっしゃられていますけれどもやはりそのあのまあ たとこの空間がまあ溶けっていくような、あの本当に美しい体験をさせていただきました。あので、非常に、あのまあ感動。あのしましたが、あのまずこの。建築も含めて、あの作品をお作りになろうとする。きっかけっていうのはどういったところだったんですか。はい、あの広島の福山市。あの新勝寺という、あの禅のお寺の中に。 皇帝というアートパビリオンを作ったんですけどこれはあのー、僕が京都でサンドイッチというスタジオを12年前に作ってからその,、まあ、そのスタジオを立ち上げるときにその京都の宇治川沿いにサンドイッチ工場跡を見つけてそこをどういうふうに自分の活動の場所にするかっていうときに、あのー、友人の建築家たち と議論したんですよだからそのスタジオを作る時にまずその建築プロジェクトであったっていうことでその時にそのそのスタジオが今でもリノベーションを繰り返していてでその建物としてどうするかという議論というよりもその京都という、えー、場,所場所性とその美大がたくさんあって。 でいろんなクリエイターとか工芸家の方とか工房がたくさん京都っていうのはネットワークがあるのでそういう場所に対する位置づけとかね、まあ、建築といっても大きなその都市的な視点での,あの考えっていうものをあの、まあ、入れていくっていうやり方をしたのが、まあ、きっかけなんじゃないか なるほど。うん、そうするとそのなんでしょうねまずクリエーションそのものを行う場まあ、ここもやっぱもうデザインの始まるこの一部でもあるっていうことだったってことですよね。でそれがそのまああ奈緒さんまさに京都拠点にああのあの活動されているということですが、うん、そのまあ、京都の歴史とか文化とかまあこういったこの空間的あるいは時間的な広がりの中でこの作品 だけではなくて、そうですね、あのー、例えばそのサンドイッチ工場とどうリノベーションするかっていう建築の形よりも、うん、そこをプラットフォームとしてクリエーターとかあと京都の美大生とか、うん、いかにそこに関わってものがそこで生まれるかっていうことが、うん、そのプログラムが大事だと思うなるます。 でそういう、まあ、いろんな方々とつながる場所づくりをしてそこからあの僕自身も自分の,その彫刻を作るとかいろんなこう空間づくりとか建築に携わるようになってで僕自身がそういう建築もやっていきたいという話をあのいろんな方にしていたところフェリエット敏子さんという方がそのアートプロデューサーでもありその建築プロジェクトのプロデュースもされていて。 あの僕自身が新しくやろうとしてたことをフェリエさんが理解していただいてあのこの工程というプロジェクトをやるきっかけになった、うん、なるほど。うん、この工程はもうまさに新勝寺っていうこの舞台にこのでしょう、ねまあ、建築を、まあ、ちょっと高台のところですよね。そ,うですねそれが、まああの 例えば端からアプローチしていくと徐々に建築があの、うん、見えてくるっていう、まあ,あの,この体験そのものも少し全、はいね、的なこの場に自分の,あの,、まあ、あの心身をこうなんか調和させていくようなすごく、うん、アプローチだなというふうに思ったりしたんですけどね。 そのお寺の入り口になるところがまずその門の方からあってそこから上に登って橋を渡ってこうまあちょっと小高いところ同士をつないでそれをアプローチにしてこの皇帝という建築に出会うっていうまあそのアプローチとか橋の設計からやったりあと周りの庭との関係ですね庭のランドスケープも含めて全て計画させてもらいました。 本当にあのちょうど行った時も、まあ、紅,葉との紅葉とその時期に、まあ、合わせて咲く桜ていうのをこう合わされていてあれもすごいなと思って桜 <はい S 1> か紅葉かという議論は京都にずっとあって紅葉 <はい S 1>、まあ、をとるあの、まあ、あの物自社物価が多い中で<は>い両方をと取ってみようみたいなところもなかなか粋だなと思あの。 友人の西さんいう、はい、プラントハンターの方にお庭の植物を頼んでその秋とか春とかどういう季節に合わせてどういうシーンを作っていくかということを議論してその秋の紅葉の紅葉と桜が同時に見れると面白いんじゃないかと。で、まあ、こう軸を越えたようなこう、うん、内部体験が深い。 建築庭もそれに対して <うん S 2>、えー、少し普通ではない面白い遊びを入れてつないでいけたらなと確かにあの同時に咲いているこの庭でもはやここではないどこかのようなう <ん S 1> こうそういうちょっとこうんでしょうね紅葉したというのかやっぱり少しあの何でしょうね自分のこの,あの感覚そのものがやっぱりいつもではないこう まあ高ぶりの中であのこう奥深く光の体験に入っていくっていうところもまた一つのやっぱりあのデザインだったということですね。もともとあった日本庭園とのあの融合のさせ方も一つ工夫が必要でしたし、うん、あとはその船が海の上上に浮かんでいるように見えるようにその荒々しい寂しを庭のベースにしたりってう、うん、その辺りも 模型を作りながら現場に何度も通って計画しまのでこのま今回やっぱり建築も含めて内部のこの空間体験ももちろんアートでありながらこの建築も含めてやったことによって実現できたことっていうのは例えばどどんな で。ん、すね<ペー>。あの僕自身がそのやっぱ彫刻とかあとインスタレーションというのをずっと発表し続けているんですけどそれはやっぱり彫刻っってて言もつの体験だと思うんでです。それは造形的な体験でもあり物質的な体験でもありあるいはインスタレーションなんかはま頸部というか洞窟体験のようなその一つの感覚に体が満たされて。 それが記憶になっていくよう,なそういう意味では彫刻っていうものを作るのこうオブジェクトをただ単に対象物を作るだけではなくてその対象物とどうやって出会ってどういうふうにそれを感じ取るかっていう空間そのものをいつも考えているんですね、うん、だからそれはギャラリーであっても美術館であっても屋外彫刻であっても同じで。うんで その内部体験というものはあのいろんな可能性があって単なるそのオーソドックスないわゆる彫刻的な表現だけではなくて今回この工程では水と光だけを使ってますしあるいは音でもいいですしその物質的な内部体験っていうそういう感覚に刻まれる体験というのを彫刻と呼ぶとしたらそれは泡であっても液体であってもどういうことでも彫刻 の延長上にあるのでないかなと <うん S 2> そ,のそれを実現させるためにその建築から考えるっていうのはある意味理想的なやり方でそれが実現した一つの形なのかなと実際この工程の中で表現されるこのまあ彫刻っていうのはもうまさに水と光を中心にした極めてシンプルでストイックなものですよね。 さ、うん、まざまな空間体験そしてこの建築のこの暗闇の中にこう何て言うのか包まれていくようなこの一連の感覚の,この中で感じることによってこのシンプルな表現に深く深く同期するっていう、うん、そういう感動があの、まあ、体験できてこ,これもまた本当に美しい、まあ、彫刻でもあり、うん、アート体験だなというふうにもあのすごくあの感銘を受けましたね。 そうですね。あの外から見るとまあ、木,木で覆われたコケラぶきの、うん、木の船のようにも見えて、うん、で、まあそういう箱舟に入るような感覚、うん、でな、中はこうこう,こういうなんか微妙なこう両サイドが細くなっていくような形をして、うん、中から作っていく、うん、順番だったんですね。 で、mm hmm. この輪郭っていうのはと瞳の形なんです。あなるほどだからあのな内部の体験っていうのは、mm hmm. 目の中の体験のようなイメージで、mm hmm. 目っていうのは一つのレンズがあって網膜があって、mm hmm. 洞窟に光が当たってるような状態で、mm hmm. 視覚っていうのが生まれてると思うんですけど、mm hmm. それその構造をこの建築化するっていう考えで、mm hmm. この目、瞳の視界の形をイメージして、うん、この輪郭を作ったま,、まあ、まさにこの前僧が瞑想に入る時のこう何でしょうね、うん、半眼のようなこの状態の中でこう視覚をこう絞りながら心の内側にこうなんていうのか沈んでいくというのかそ,うです、ね、それがまさにこう、うん、もっとこう何でしょうね広がっているこの身体感覚を広げた状態の中でこう体験できる っていうなんかまあやはりそそ,それもやっぱり今までにないやっぱり感覚ででしたね。うん、でもそれはこのなんていうか目そのもののこの機能あの一つこう研ぎ澄ましたものでもあるので、うん、まあ極めて自然な体験でもあるっていったところがまたそのシンクロなんかを見やすい部分です、ね、はい。あのなんかその禅寺だから禅っていうものをこうそのまま表現しようとも思ってなくて、うん。うん そもそもその禅というあるいはそういう瞑想体験とかその人間の精神とそういう瞑想から得られるイメージとか思考っていうのはどういうものかあるいはその体との関係ってどういうものかなっていうのはいつも考えていることでそのアーティストが何かこう造形的に集中していたりなんかこうドローイングしているその状態も瞑想に近い,思いと思うんですね。でその まあここはあのそういう禅僧が座禅したり座禅堂もあの施設がありますからそういうことをどういうふうにされるのかなっていうのもいろいろヒアリングさせてもらって、うん、そうするとその座禅の,なんか修,行の修行の時に1本のろうそくに火をつけて、うん、そのろうそく1本が消えるまでこう座禅するっていうのを、うん。 大体それが分ぐらい,らしいんです、ね、そ,れでそのこの中のプログラムを25分で組ませてもらって、うん、その時間っていうのは一つ引用させてもらったんですけどあとはまあ基本的には今の僕自身の感覚でそのコンテンポラリーな表現としても成り立つものとして成立させたいなと思ってました。 なんさはあのご自身でこの建築的な空間も含めたああのまアート体験というのを作られるっていう中でまあ既存の建築だったりあるいはまあ建築家ともいろいろコラボレーションされてますよね。でまあ例えばルーブル美術館のこのあのスローンですかね、うん、まあまさにこうピラミッドの中のこう力あふれる、はい、<laughs> 空間の中でこう、はい、あのこ,こちらですよね。あの なでしししょうね。失礼また。非常に力強い現代におけるあの何でしょうねあの新しい神のようなこうあのそういうあのまあ彫刻だったりするんですけどこういったまあまさに先ほどと少しこう異なるアプローチのようにもあの感じるところもあるんですけどこういうような既存の空間の中に例えばまあこのスローの例だとあの作品を置くっていう場合にはどういったあのアプローチで考えられる このルーブルのピラミッドの特別展示っていうのはあのー、まずそこで展示する機会っていうのはなかなかないお話だったので、うん、そのこのピラミッドに訪れてで自分がその、えー、ロンドンで交換留学で98年99年頃に、うん、あのロンドンの RCA っていうところに行ってたんですけど。うんはい その時代にこうヨーロッパをバックパッカーで回った時にも訪れていて、うんでまあ、その時と今見た時とどう違うかっていうことあるいはその建築的な理解とかこのイオミンペイさんがこのピラミッドを作られた時の時代性だったりあるいはその都市に対するメッセージというのをどう,、うん、どう読み取ればいいかなっていうことを考えてでやっぱりそのピラミッドっていうすごくあの古代の 文明を象徴するアイコンをここに持ち込むっていうのをいろんな議論がされたってもお聞きしましたしルーブルがやっぱり基本的にはその古代の文明からその中世とか王権が残してきた美術っていうのをずっとコレクションして見せている場所でそのパリという都市の,その中心にこのピラミッドを入り口にして、うん、で地下に まあその現代というこの地上のレベルから地下に入っていってその古代のものにアクセスしていくっていうその構造を作ったのが非常に素晴らしいなと思って、うん、その入り口に何があるべきかということを考えてこのスローンという玉座をモチーフにした彫刻を考えました、うん。そ、まあ、そのピラミッドそのも,のもそうですけどその 権威とか、そ,うですね、その、まあ、オーソリティみたいなものが、はい、その何千年経ってもなくなってない、うん、まあ、今今でも形を変えて権威とかそういうものはやっぱり社会の中にあるように見え,見えますので,そ,うです、ね、それがやっぱり人間の差がなのか、うん、これからどうなっていくのかっていうことを考える彫刻にできないかと。それで。 その今のあるいは少し未来のその権威っていうものを考えたときにそのまあコンピューターとか AI っていうものがそこになんかイメージされて、うん、でそのその AI みたいなものがそこに座るとしたらまあ無人の小さな子ど、うん、子供用の椅子のサイズがこの大きな大げさなスローの中に、うん。 小さな椅子としてすね。うん、で、その2018年にこのプロジェクトやったんですけどその時の,その AI の年齢みたいなものを想定する時にまだ3歳ぐらい<笑><笑>まだ子供じゃないからホモベースにいずれなるかもしれないけど <laughs> それが成長していく <laughs> かもしれないという予兆をなんかこう表現できないかなと思ってこの彫刻を作りました。<laughs> 面白いですね、まさに <laughs> この古代建築というのか、まあ、人類があの、まあ、いわゆる共同作業を始めて治水事業をしたりするとでそのためにやはりこう束ねる力が必要だっていうことでさまざ、あ、まな権力文明が生まれていった中にやっぱりこの建築空間というのがやっぱ人々に畏敬をこう与えながら、まあ、ある種のまあ権力装置であり文化的な装置だったんですよね。でまさににおっっしゃったように今でも やっぱりあのそういう場所に行くとなんだか知らないけどを感じますよ、ね、これはなんかひれ伏さなきゃいけないんじゃないかとかまああの大きなカテドラルのこう真ん中に撮った時のこの声の反響の仕方とかっていうのもそうですしまあピラミッドっていうのはまさにそのト,トップバンの象徴でもそこにその古代のまあただもう信仰の対象は特にあのこういった王の場合はもう失われているけれどもそれをこう また現代、これから君臨するかもしれないものっていうのをこうすげるっていうところのなんか典形性も含めてひ非常にあの興味深いというのかあのでかつこの迫 <laughs> 力もすすすごいででよねねそうですねあのこれ実はあのコンペだったんですけどルーブルの館長のマルチネスさんがこの金箔っていうものにすごくあの。 いいいいと言っててただいて、うん、お手紙をだいたんですけどそれは京都のその伝統工芸の箔の貼る技術とあと金沢で作られた箔を貼ったんですけどその金箔っていうものがやっぱりずっとエジプトを起源にしてずっとこうシルクロードをたどって日本にたどり着いて日本の金箔の技術があると。でルーブルは金箔の研究所も持っていてそのエジプトの起源の時代からずっとどういう風に技術が。 いろんな世界に伝わったかっていうのもずっと研究されていて、うん、そこにもあの興味を持っていただいたんです。なるほど。まあ、まさにルーブルが持つ歴史的意義って言ったところも、こうまあ文化的につなぎながら。またこの展示にがまあ、そういったストーリーも紐づけているってところがまた。そうですね。とてもあの美しいですね。で、そのこの設置して、そしたオープンの時に、あのエジプト弾道のキュレーターも見に来てくれたんですけど。 あののそ未来にも見えるし古代から来たようにも見えるっていうところが面白いって言っていただいて本当にそのエジプトから発掘されてもそうですねおかしくないようなそういうオーラを感じると言っていた頂いてもそういうなんか祭りの造形とかそのだけどどの国のどの宗教でもないような造形のあの 構成をししていままた。確かに無属性感もありますよね。うん、それがまあある種どの立場から見ても面白いしかつあの属していないことによるまあある種の恐ろしさみたいなのもこうきっと持ってるんだろうなっていうところがあってあと今まであんまり話したことないんですけどあの上の方に小さい球体があるんですね。で、うんうん、これは前と後ろにあって、うん、これは目を象徴してます。うんうん さっきの程の話ではこ目を象徴している球体っていうのはあのーまあ、世界を見ているという、mm. 要はです <laughs> 前面についている目は現代とか未来を見ていて、mm. で振り返りで裏側についている目は見下ろしている位置についていて、mm. これは過去を見据えてる、mm.。 2001年「宇宙の旅」でも AI は春という AI はだから目を持ち出して発言しだすっていうそういう存在としても見えてきたら面白いかなと思ってこれがまさに私もデータを扱っていろいろ社会と対応したりいろんなものを作っているので。 その一つよくかまあよくっていうのかあのディストピアであったりとか恐ろしさの一つとしてやっぱり人々が生を感じるのが見ているってことですね、うん、見られている見ているっていうそこもこう含めてあのまあな,なんですかこれからのあの未来においてもあの我々が維持し続ける何かであるっていうところはすごく面白いですね、うん。はい結構その目とか眼球 とかその目のレンズとかっていうのはずっとあの僕の彫刻の中で重要であのピクセル彫刻もあのレンズで覆われていてこれも多視点的な視点がオブジェクトを囲んでオブジェクトそのものを映像化しているこれカメラの構造をオブジェクトに近づけてカメラのレンズがオブジェクトを覆っているようなイメージでピクセルっていう彫刻のフォーマットを作った そういうい目との関係っていうのは結構僕の中ですとな、まあ、彫刻っていうのは非常にこう触覚的な部分もありつつも視覚との組み合わせっていったところはやっぱこう表クリエーターとして一番大事なディテールのそうですね一つであるということです っていうものを始める前にあのの天体観測、うん、子供の頃からやってて、うん、でそのレンズによってその人間の認識とか知覚が増幅され、うん、その宇宙の認識が広がっていくっていう、うん、ところもやっぱり人間のそのテクノロジーの歴史の中で非常に重要だ,、うん、だと思ったしやっぱりメディアの進化っていうのは、うん、この写真の発明とかカメラの発明から、うん、映像に そこから今度は脳の内部に直接見せていくような VR とか AR とかになっていってそういう進化と表現っていうのも考えるのがすごく面白いと思ってま,、まあ、まさに今時代が転換している中で、まあ、デジタルとは何かとか、うん、今まさ、あ、に文明の転換が起きつつあるんですけども私自身の解釈一つの見方としてはまあ いいいろろなももののを可視化したりというのもあるんですけど、やっぱつなながる力なんですよね。まあそれが人と人と人と世界をどうつなげるかっていったところまあそれが SDGs だったりいろいろな今断りパラダイムが変化してるんですけども、はい、ただ人にとってすごく大事なのはやっぱそのつながりを感じられるかってまあまさにそのあのなんていうのか感覚体験そのものをこう なんていうか勇気づけるというのか、うん、あの拡張しあのそしてあのエンパワーするっていうその体験ってまあまさに奈良さんの作品にすごくこう一貫してるしでこれからのなんていうのかあの社会においてあの重要な本質のなんか一つ本質を表現してるなってなんか改めてお話を聞いて感じました、うん、そうですね。そのの社会が持つ価値観っていうのは。 もちろんゆっくり変化していくしそれって経済とか政治とかいろんなものと絡んでみんなが納得しながら浸透していくのかなと思うんですけど、mm hmm. アーティストってもうなんていうかじゅこう独自のセンサーで、mm hmm. こう勝手にこう世界を読み込んで。 感じて、をるんかすそういう意味ではやっぱり一つ一つの作品っていうのはあの,メッセージあの瓶に手紙を入れて海に投げるようなそれがだからいつか誰かがそのメッセージを受け取ってくれるかもしれないっていう期待を込めて作ってると思うんですよ、mm。Hmm. で僕の そういういいものだなと思って作っていてて作今今の人たちにもちろん伝えるんですけど今の人たちだけではなくてその昔からずっと表現をしてきた人たちに対してもですしその次世代とか自分がいなくなった後でもその表現っていうものが何であったのかっていうのをが伝わってほしいなと思って作っていて。Mm hmm. でその 例えばピクセルだったりそういうメッセージを入れたなんか一つのパッケージ、うん、一つの何か保存形式として作った時に、うん、そのコンピューターの何か JPEG とかそういう保存形式ではなくて、うん、ピクセルというなんかこう誰も作ったことがない彫刻の <laughs> フォーマットパッケージそう、はい、そのフォーマットを残すっていうことが何かこうまあそれは例えば 人間が人間じゃない存在になったり、mm hmm. あるいは新しい知性がそれを見た時にも面白いものになったらいいなと思って、mm hmm. そういうなんか思いでいやでも素晴すらしいですねやっぱその,あの解釈の中で改めて南さんの作品を思い返すとやっぱり一貫してますしその体験がどれもやっぱ美しいなっていうこう。 でそ、そしてそれはやっぱ今のまあ、今の時代というかまあこれまでの人間にもまあ、人類にも必要だったことだと思うんですけどまさにこれからの時代より一層なんていうのかみんなまあ、人々にとって必要ななんか感覚をなんていうのかずっと提示されてきたんだなっていうのをなんか改めて感じ やっぱりその建築もやっぱ都市に対する一つのテーゼとしていろ、うん、んな制度の中で新しい建築的な表現が生まれ、うん、それで都市とか文化が変わるっていうのはやっぱり2000年以降いろんな美術館が証明してきたと,、うん、と思うんですね,ですね。でそれと同じようにアーティストもやっぱりものすごい早くからその地球の環境とかいろんなことをこう 残して,きて実際残してきててそれがやっぱ50年とか60年とか前でも今今みんなが言おうとしてることを実は残してたりするうんうんだから建築建築とかアートっていうメディアはこうタイムラグがある中でこう次の世代の人に対してどういうメッセージを。 実際残しているかっていうのはよくよく見ていくとものすごい面白い、うん、メディアなんじゃないかなそ,、ね、その世代を乗り越えてててコミュニケーションが成立しいいくっう。その点でまあさっきちょっとルーブルの話をしたんですけどもまあちょっと秋トークということであの犬島の家プロジェクトでも、はい、さん作品作られてて、うんまあ、まさにあの瀬島さんのこの家プロジェクトっていうのは、うん、まあいわゆる でしょうね、ピラミッドの対極に位置すするもので彼、ねうん、らマサナ彼女たちはまさにこういう壁を作って権威の象徴ではなくてもういかに壁を作らないかとであのいわゆる教会をこう突き壊しながらこの,あの人と人人と世界をつなぐそういう,こう場としてあの、まあ、建築をあの、まあ、表現しているっていう、うん、この まあ、瀬島さんのこのプロジェクトの中での、まあ、この作品も本当に私自身このなんでしょうビッグバン的なこの,、うん、あのなんていうかエネルギーを感じれたしまさにこのつながりのこの可能性とかっていうのをこうあの感じた本当に美しい作品だったんですけどこの例えばもうさっきのルーブルと非常に対照的な建築だと思うんですけどこ,この時には例えばナーさんはどういうあのスタンスで やっぱりその瀬戸内とか直島とかあの手島犬島っていうプロジェクトを見せてもらった時に、うん、これもやっぱり非常にあの、まあ、安藤さんとかけんあの瀬島さんとか建築的なビジョンがあのすごく発揮されたプロジェクトだなと思いましたしそこに対してアーティストがこう自由に表現してこう、まあ、アーティスト 魂が揺さぶられるような <laughs> 非常に面白い <laughs> ラディカルなプロジェクトだと思ってで、うん、この「犬島のエフティ」なんかもやっぱり犬島なんかも島民が三十数名の時だったんですけどそ,す、ねはい、そのまあなかなかそれまでは誰も行かない島だったところにこういう建築とかアートがあることでそのいろんなもう都市からわざわざここに人が見に来てくれるっていう場所に入る、うん、この力はすごいなと思って。 そのフェリーであの新幹線降りて電車とかタクシー乗ってフェリーに乗ってやっとたどり着くそのアプローチから体験が始まっている <laughs> ということを考えた時に、ね、やっぱこの「F ・テイ」っていうのはすごくその,その贅沢な大きな美術館だと考えると、うん、非常に贅沢な表現の場だなと思ってあの思い切った表現をさせてもらいましたね。 でやっぱそのなこう何もないところにこう本当にその古民家がすっきり軽やかな現代的な感覚を取り入れながら古民家のたたずまいも残しているっていう非常に素晴らしい建築だったのでそこにこの宇宙的な新しい命が生まれるっていうストーリー、mm hmm. 両側に坪庭があるんですけど、mm hmm. その坪庭との関係で。 本当としては宇宙があって、うん、あと太陽の光と同じ波長で光が当たっているところに向かってる物質が変化していて、うん、なんか新しい重力場が生まれているような場所を作ってその波動がその両側の坪庭の植物の層と動物の層を生み出して新しい命がこうそこから生まれているっていうストーリーを作ったんです この建築っていうものの持ってるこの枠があるからこそまたあの何て言うのか命の輝きの,この躍動感もこうまたその場と調和して寝るの,あのこう感じることができてだからまあこれは何にもないところだと多分その規模そのもので体験をコントロールされてしまうんですけど制約というのはこのあの建築があるからこそまたすごく力強さが。 こ出てんかこう,こういう大きなボリュームを建築の内部に作るときにどうしても重々しくなってしまうんですけどそれいかにその浮遊感というか重力から解放されたように見せるかっていうところにコンピューターでのシミュレーションと構造計算とかそういう部分の、まあ、内部でその見せない部分での工夫っていうのを 覚えていますなるほど、うん、まあ先ほどあのルーブルの時にもあの留学経験っていうのをお話しいただいたんですけども南、うん、さんまあ,あの ACC の、まあ、グラントも取られて、まあ、あの留学されているって、はい、いうことなんですけども、うん、その時の体験っていうのは今のクリエーションにどういう影響がありますかそうです、ね、大学が年にその博士課程を卒業して でまあ、そこから結構アーティストとして独り立ちしようとして努力している時期だったんですね。でその、まあ、京都でずっとこう地道にやっていくだけで本当に自分は大丈夫なのかっていう不安に駆られている時期でもあって <laughs> やっぱりその世界のいろんなものを見たいし自分のこう自分がどういう,こうフィールドに 立ち位置が作れるのかどういうことをこれからやっていくべきかっていうことを考える時期だったと思うんですで、それが2005年のニューヨークに行かせてもらったきっかけをいただいたということで非常に感謝していますしニューヨークのアートシーンというのを垣間見れて目標としこういうところで展覧会がしたいなといういろんな目標を持って帰国した。 覚えてます、ね、なるほどやっぱりいろいろなあのアートだったりあるいはアートだけじゃなくてまあ文化も含めた、うん、あの日本ではないこうあの場所で触れるっていうのはやっぱ刺激にもなりそうですね。はい、あのニューヨークはやっぱり建築も面白かったしパフォーマンスも面白かったですし、うん、そのまあギャラリーも回ったり美術館とかあの郊外の美術館まで行ったりやっぱりいろこんなにアーティストが。 のの活躍の場があるっます、うん。この、まあ、コロナだけではなくて、うんまあ、コロナが来る前から、うん、あのいろいろなあった流れが加速したことによって、うんまあ、サステイナビリティだったり、うん、ウェルビングだったりダイバーシティ・インクルージョンみたいな、まあ、ここにあの今かかってないとビジネスはこうもう許されなくなってきてる、うん、で建築そのものもちょっと前まではコンクリートで作るっていったものがまあ石石と でで作るとかですね。まこういったあの何でしょうねまあ、それが可能性なのか、うん、レギュレーションなのかまあ,あのすごく今なんでしょうね表現においてあのまあ、求められるようなこのビジョンっていうのが結構シフトしてきている感じまあそれがさまざまな側面もあると思うんですが、うん、こういった変,変化というのかナンサんのさっきの言葉言うともう世界ずっと変化してきているしアーティストたちは もうサステナビリティだったりダイバーシティ・インクルージョンっみんな、うん、あの前から表現はしてきているとは思うんですけど、うん、これがじゃああの来まあ、こ今年というのかですね、まあこれからの表現に何か影響があるのかとかあるいはまあどういう解釈でこれからアーティストとして表現されるのかといった点も少し伺えるといいかなそうですね。まあそそのうんその。 冒頭に少し話したように社会全体の動きとか、うん、その政治とか経済のシーンの中で使われるキーワードっていうのはやっぱり少しいろんなこうタイムラグの中でこう伝わっていっているような、うん、に僕には見えるんですね。うん、すねだかからら。アーーティストとかクリエイターっていうのは、まそれを理解しながら それに縛られれることなくそれよりも自由にまず今,今考えていることっていうのはそれが何十年も後に実は伝わるかもしれないという期待を持ちながら作るべきだと思ってましてなのでそのあまり振り回されないでやりたいなと, <laughs> と。なるほでその多分もともとそういうあのなんかその環境問題とかって <laughs> やっぱり僕の小学校の社会の教科書にも書いてましたし、ね、本当に何十年も前から言われていることがなぜ変わらないのかで、うん、なぜそのやっぱりみんながこう前に習えってなるのがここまで遅いのかっていうのもやっぱり皆さん感じていると思うんですね、うん。 だから本当にそのキャンペーンのようにこう広めるっていうことももちろんそれ,それで社会は変わりますから重要なんですけど表現者っていうのはまあそ,そ,そのそれになんかふとらわれず残すっていうことも使命なのかなと思いますて。一点一点に感動して まあ来たんですけど、今日改めてお話を伺いながらこの作品体験をこうつないで考えるとまあ、うん、これあの一まあなんていうかファンっていうのか感傷者の立場でああのまあ、そ,そこ少しああのあの捉えるとやっぱりこうななさんおっしゃるようにもうなんていうかこれからの社会の本質である人がどう世界とつながるかの本質の、うん。 すごく一番ファンダメであ今まで,、まあでしょうねまあ、日本の三宝よしっていうのが、まあ、江戸時代、うん、それはもうあのどこにも行き場がなくてつながらざるをえなかったから生まれた考えが開国してなんかグリードイツグッドに飲み込まれていってただデジタルの力がまさに本格的に世界を売っていく中でもつながらざるをえなくなったと。 ないとこのビジネそれで、まあ、あの突然こうバズワードが踊り出してるんですけども<笑><笑><笑>ただやっぱりその,あのやっぱり何でしょうね一番重要なエッセンスの一つはやっぱり人と人人と世界を結ぶことでそれがじゃあなぜ先は見れないのかとかどう自分のこう地覚っていうのを、まあ、あのこう拡張しながら他者を世界を感じる。 でなな。いいのかみたいな、うん、この多分つながる力そのものが今まさにこれからの世界を変えるもの必要とするものだし、うん、でそのそこにおけるこの知覚感覚体験の本質をなんですか一貫して主張してきたのでなんかまああのあ改めてこう解釈すると <laughs> もうずっとその本質をナーさんやってたんだっていうなんか、うん、そうそういう。 あのふうにもなんか解釈できるなっていうふうに思っててなんかまあ改めてこの作品のこの素晴らしさを今日なんか感じれたなという、うん、すいません何かあの犬島の作品は「はい、ビオタ」って言うんですけど、はい、それ生物層っていう意味で、うん、あのその坪庭は動物層と植物層が生まれる、うん、ファウナーとフローラっていう庭なんですね。うん、で僕ののの作品のまあ大きなコンポニーはそのセールっていう の、mm hmm. 概念があってこのセルっていう概念を拡張したり展開したりすることでいろんな彫刻的な形態が生まれてくる、mm hmm. でそれは人間があんまり中心ではなくて、mm hmm. 細胞とかセルっていうのが中心で、mm hmm. まあ宇宙とか世界を見たいっていう思いがあるんです。Mm hmm. mm hmm. 人間を中心に都市とかその環境とか自然をコントロールしようとしてるから、うん、まあこの100年で一気に歪みが出てしまったんですけど、うん、細胞っていうものを中心に見た時に動物層植物層微生物層で全ての生態系ができていて、うん、その生態系とか細胞っていうのは全部つながってますから、うん、その植物が太陽の光で作ったエネルギーを 動物とか微生生物がまた分けけ合合っっっててて食べこの生態系を作っているわけですよね。うん、そのバランスの中にその一部に人間がいるっていうことを見た時にやっぱりちょっと人間がこういろんなこう自分たちが中心に考えて作ったつもりの都市っていうのがすごい短いスパンで短いビジョンでしか作れてなかったんじゃないかなっていうふうに思いますね。うん まあ、まさにこれはあの、まあまあ、万博にあの森を置いた理由にも結構つながるんですけども我々どうしてもこうなんでしょう、ね、自我にとらわれておっしゃるように一つの個体で、まあ、その中で例えば植物とかが生成した有限な資源をこう奪い合うとで競争こそがこ,うなんでしょう、ね、この社会の本質だって長らく考え続けてたんですけど、まあ、そうもこのつながる

認識のフェーズをちょっとずらしてみるだからまあまさにあのこれからその資源っていうのが共有されるような社会がまあ、データっていうものはああのそのあのそ象徴的なものになるんですけどもまあ、その中でやっぱりこう奪い合って有限なものを消費しちゃうのではなくてこの分かち合う中でどうつながるかっていうことを考える時にやっぱりその個体がよく。 人間っていい。うことだけではない、うん、そういうような多分世界観っていうのはこれから何か必要とされてくるのかなとそ、ね、そのまさに改めて伺って南さんの作品はやっぱりそ,そこの拡張でもあるということですよね。うん、つながる個としてつながるだけじゃなくて、うん、個を超えたあのいわゆるこの細胞っていうこのもう少しこの人間のディメンションを、うん、<laughs> のレイヤーを少しまたいだ状況で のか、mm hmm. そうですねなのでその人間がじゃあ動物に戻るのかっていうとやっぱりそれも、mm hmm. 違うと思いますし、mm hmm. 人間はも,もちろん細胞を持った動物であるとともに知性を持って、mm hmm. 知性的な存在も生み出すことができているのでそ,そ,それが まどうやってこれからま文明とか都市を作っていけるのかっていうのが一番大事なんでしょうね、うん。家プロジェクトだとまあ瀬島さんでかつ犬島ってスケールをどう見るかでしたし、うん、まあ新勝寺はもっとあのコントロールする範囲が大きいこう空間も含めた表現をされたりとか、うん、まあ、それはやっぱりこの文脈によってこうまあ、コミュニケーションの仕方とか表現っていうのをこう そうです。特に建築家の方と議論するのって一番面白くてう、ねうん、やっぱりそのアーティスト畑その美大とかアートを学んできた視点とその建築を学んできたいわゆる日本の建築の畑ってあるじゃないですか、はい、そこから学んできた視点とが重なる点を探すっていうのは一番面白いところだなと思って。 ますね。うん、かつやっぱ建築家の方と話しててもやっぱ彼らは特にまああのいろいろななんでしょうね学問分野クリエイター分野まあ、ファッションとかだとすごいショートスパンですけど、うん、建築家やっぱ数十年っていう単位が多いので、うん、それだけなんか長いスパンで考えざるを得ないです、ね、そので,、ね、でそれがおそらく南さんのおっしゃるようなメッセージンやボトルというのか、うん、そういうこうこれがどう紡がれてどんな意味を持っていくのかっていうところも含めて考え ざる、うん、を得ないといとうのか、あるいは考えることこそがやっぱりそのあの表現の意義にもつながっていくっていうところもなんかすごく建築家の方々のアプローチとも非常になんかあの共鳴するような部分もあり、はい、やっぱりでやはりこれからそういう意味でもまな緒さんのあの表現する建築家建築っていうのにもますますなんか関心があるというのか何か新しい 可能性があるんじゃないかなというふうに感じます、ね。ありがとうございます。はい、今日はですね。本当にあの那覇康平さんをお招きして、アーキトークえー、ボリューム2させていただきました。なおさん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。